です。はい、はい、昨日はフレンズリング夜ということで、うん、はい、はい、ケンニーを含めてのね、そうですね、はい、4人でお送りしましたが、はい、今日は3人ということでお送りします。で、はい、では改めて自己紹介、はい、はい、2人お願いします。はい、さーい、サンタさんに身長を欲しいなって頼みました、歌垣圭です。皆さんこんにちは、私はクリスマスも残念ながらお仕事です、うん、クリスマスケーキは絶対食べます、中里紗友子です。はい、昨日ね、うん、沖縄では何でしたっけ、チキジャーマンケーキですね、はいはい、を食べるというね、言ってましたね、お話でしたけどもね、はいはい、ジャーマンケーキというのは、ジミーというね、ジミーさんのところにある、お菓子屋さんである、みんなが沖縄の県民ならみんなが知る、アメリカチックな、アメリカチックなダイナミックな、ね、ココナッツケーキ、ココナッツケーキになるのか、チョコか、チョコスポンジの上にチョコのパウダーが乗ったやつなんですけど、うん、そうなんですよね、はい、すごく美味しいですよ。美味しい、美味しいと思います。ぜひね、まあ、これちょっとね、うん、沖縄限定しか売ってないので、そうですね、そうですね、結構お土産とかでも、はい、うん、ぜひ皆さんもちょっと、ね、チェックしてほしいと思いますが、はい、チェックしてみてください。今日の沖縄地方は、はい、今日は暖かい、少し暖かいですかね。今日少し暖かいですね。晴れてくれたので、うんうん、ね、はい、まあ、快晴までいかないですけどもね、うん、はい、12月にしてはね、そうですね、暖かい感じで、はい、半袖でもいけちゃうかなっていうくらいな、頑張れば、頑張ればいけますね、頑張れば、頑張ればいけますね、はい、OK なぐらいの、今日は外からもね、ありがとうございます、嬉しいです、よろしくお願いします。ぜひ皆様、番組をお聞きの皆様のメッセージお待ちしております、はい、ます、こちらまでどうぞ、はい、アクセスラインをご紹介します、うん、ファックスの方は 098-860-0262、 メールの方はアルファベットすべて半角小文字で 780@fmnaha.jp、 綴りは数字の 780@fmnaha.jp、 ツイッターは共通ハッシュタグ声優日記780をつけてお送りください。公式ツイッターは@friends_ring_sn、 または声優日記フレンズリングで検索ください。たくさんのメッセージお待ちしております。お待ちしてます、はい、画面に映っておりますでしょうかね、はい、という感じでお待ちしておりますね、はい、お待ちしております。はい、はいはいはい、クリスマスね、クリスマス、クリスマスですよ。そうですね、気づけばもう、はい、早いもんですよ、はい、なんかクリスマス、まあ、昨日ねちょっとお話したんですけども、うん、はい、沖縄ならではのクリスマスの過ごし方とかがあったりしますか、うん、はい、昨日と同じ話になっちゃうんですけど、うん、そうですね、楽しみ方って言えばもう雪は降らないので、うん、もう目で楽しむって意味で、雪降らないの、そうなんですよそこ降らないですよ雪降らないの、降ってほしいね、まあ、2人はね実はね最近まで東京に、はい、まあ、沖縄出身で、うんうん、東京の方で、ね、声優のお勉強してたので、ずっと東京にいた時に、はい、雪って東京は降るじゃないですか、降りますね、どうでしたか、テンション上がるもの、いやもうテンション上がりますよめちゃくちゃ上がります、もうそうなんですよ、でも寒すぎて布団から一日出られなくて、一日出られないの、はい、もうずっと毛布にくるまって、ちょっとダメな人じゃないですかそれもうでも全然もう寒さが違くて、逆に私はもう外に出まくって、雪だ雪だって喜んでたら、そのもう元を住んでいる方々に、はい、いや雪降ったら電車止まるからって言われて、あ、本当だと思って、ちょっとそのカルチャー的な違いを体験しましたね。拙者女子はどうですか。あ、拙者はですね、本当寒いの苦手、いいね、拙者っていう寒いのが本当に苦手なので、もう雪なんか端っこに積もったやつをつついて遊ぶって、降ってる間はもう身動きが取れなかったです、寒すぎて、しちゃうっすよね、やっちゃうっすよね、でやっぱテンションも上がりますね、上がっちゃうっすよね、綺麗だしうわっ雪だって、そう端に積もってるんですね、何年か前にもね東京結構積もったりもしましたんでね、しましたしました、はい、なかなかこう沖縄ではね、はい、でも沖縄の方とお話すると、うん、何年か前にちょっと少し降ったんですよね、雪ね、みぞれ、あ、みぞれか、まあその辺そういう話ですよね、うん、はいはい、雪かみぞれか何かっていうのはまずわからないので、うんうん、でも降ったと、降ったらしいですね、俺は見たみたいな、雪見たよみたいなね、うん、なんかそんな話がありましたけども、びっくりでしたよ聞いた時は、で降る、でもなんか沖縄は0度を下回ったことがないっていう、うん、らしいですよ ね、それでも雪って降るんだと思って、ね、うん、すごいなと思いました、そうですね、確かに、でその時ちょうど見たかったんですけど、うん、その時にちょうど多分東京の方に、ね、東京の方でしたからね、行ったんですよね、沖縄の何十50何年ぶりだった
ったかなぐらいの雪を、すごい歴史だったみたいですね。そんなに歴史的なすごいことがあったんですね、はいはい、だったらしい、結構ニュースでも見れなかった、ね、今年はあるかな、来るかなあるといいな、すでにちょっと暖かい、でもやっぱこの10度の壁っていうのが大きいんじゃないですか。大きいですね、だいたい僕も天気予報チェックしてますけど、だいたい沖縄寒くて15度とか6度ぐらいじゃないですか、はい、ここから10度来てまたさらに下がるってことになると、もうどうした沖縄って、まあ、とんでもない寒波が日本列島に来た時に、沖縄もちょっと余波で少しね、そうですね、寒いかなっていうぐらいな感じでしょうけどね。もう今もうすごい太陽が素敵なんですよ、絶対暖かいですよ ね、ちょっとねお見せできないんですけどもね、外はもうサテライトスタジオになってまして、はい、すぐ駅も近くにあって緑もあってね、緑もあって、はい、まあ、街中なのでマンションがあったりとか、非常に都会な感じと、ね、素敵なこの、ね、自然があってね、非常にいい環境で私たち喋らせていただいております。はい、後ろにはクリスマスツリーもありましてね、クリスマスですよ、はい、皆さんもクリスマス気分 満喫していただいてね、はい、楽しんでいただきたいと思います。はい、はい、では、今日のアニソンナンバーからいきたいと思います。今日はねまずね、はい、ガンダムからいきたいと思います。ガンダム知ってますか。知ってます、知ってます。はい、これね一番初めのやつです。ガンダム、飛べガンダムっていうね、はいはいはい、はい、まだガンダムもアナログな感じのガンダムですけども、飛べガンダムお送りします。声優日記フレンズリング、この番組はスターロケットエンタープラス東京声優ボイススクールの提供でお送りします。フレンズリング、あなたも沖縄にいながら声優を目指してみませんか。東京声優ボイススクールでは那覇市文化展物館に沖縄那覇校を開校しました。東京から現役声優を講師に迎え、声優の基礎から実践まで学べます。未経験者大歓迎、ジュニアクラスも開設。中高生のみんなも声優になれるチャンスです。スクール内声優事務所があなたを声優デビューまでしっかりとサポート。大好きな沖縄で声優のキャリアをスタートさせましょう。詳しくは東京声優ボイススクール沖縄那覇校で検索。スターロケットエンタープラスからのお知らせです。スターロケットエンタープラスは人々に感動を与えるイベントを提案しています。いつの時代もプロフェッショナルであり続けるために、お客様や社会と共に考え一緒に成長していく、そんな企業でありたいと考えています。皆様の特別な一日はお任せください。お問い合わせは092-561-7160スターロケットエンタープラスまで。フレンズリング、このコーナーはとある一人の声優の何気ない日々のちょっとした発見、みんなに披露したいちょっとした面白いエピソードを絵日記で紹介していきます。沖縄3回目は声優の卵、歌垣家。はい、絵日記は番組公式ツイッターでただいま絶賛公開中です。公式ツイッターはfriends_ring_sn または声優日記フレンズリングで検索ください。ではけいちゃんよろしくお願いします。丸月バツ日、三角曜日、晴れ。今日は大事なミッションがあります。その前に一回り下の妹と映画を見に行ってきました。
映画を見るとき、ミッションをどう遂行しようか考えていたせいか、半券機でチケットを買ったにもかかわらず、チケットを受け取り忘れるということをしてしまいました。どこを探しても見つからないので焦っていたら、肩をトントンと叩かれます。そこには2枚のチケットを持った妹が、妹様のおかげで映画を見れた歌垣さん、映画はとっても良かったです。妹様も喜んでいただけたご様子で大変安心しました。しかし自分が楽しませてもらってどうする、歌垣。ででん、本日のミッション、先日行われた運動会で頑張り、これからは学芸会のために頑張るという妹のために、ご褒美と学芸会も頑張れの意を込めて、沖縄に来て初めての給料でプレゼントを買って喜んでもらうこと。ででん、これがミッションです。映画を見たらいろいろなお店を回って DVD ショップに行くというのがお決まりです。そしてお目当てのプレゼントは DVD ショップにあるわけですが、プレゼントは家に帰ってサプライズで渡したい歌垣さん。さて、妹にバレずに購入することはできるのでしょうか。Friends Ring。 あなたも沖縄にいながら声優を目指してみませんか。東京声優ボイススクールでは、那覇市文化展物館に沖縄那覇校を開校しました。東京から現役声優を講師に迎え、声優の基礎から実践まで学べます。未経験者大歓迎、ジュニアクラスも開設。中高生のみんなも声優になれるチャンスです。スクール内声優事務所があなたを声優デビューまでしっかりとサポート。大好きな沖縄で声優のキャリアをスタートさせましょう。詳しくは東京声優ボイススクール沖縄那覇校で検索。フレンズリング。FM 那覇本社スタジオから生放送でお送りしております。声優日記フレンズリング、歌垣ケイト、中里小夜子がお送りしております。はい、はい、もっと元気出していきましょうね。はいはい、はいはい。それでは、ファーストコーナーですけども、はい、今回ですね、初登場になります、はい、声優バトル、うん、早口言葉選手権。わーい。はい、まだね、東京も沖縄、福岡もこれやっておりません、うん、初めての企画ですので、これが続くかどうかは2人にかかってますんでね。はい、これが続けばまたね、来年以降東京でもね、うん、沖縄すごかったよ、卵なのにむちゃくちゃすごかったよって言わせてください。はい、はい、頑張ります。はい、はい、新人声優の卵さんは、滑舌が良くなくてはいけません、はい、それを鍛えるには早口言葉がね、一番いいというふうに昔から言われてるんですよ、はい、滑舌を鍛えるために2人には早口言葉をしてもらい、はい、最終的にどちらが滑舌がいいかを私ナビゲーターのあきらさんが最終的にジャッジさせていただきます。はい、はいはいはい、ではまずは選手先生からいきましょう。大丈夫ですか、選手先生。はい、大丈夫です。大丈夫、いけます。はい、じゃあお願いします。先生、私たち新人声優は日頃ご指導くださっている方々に感謝し、先生堂々と全力を出し切ってリスナーの皆様を楽しませることを誓います。声優の卵、歌垣ケイ。声優の卵、中里小夜子。よくできました。はい、やった、はい、では今日はね、早口言葉なんですけども、はい、数ある早口言葉から、はい、私がセレクトしました、はい、6つの早口言葉を用意しました、はいはいはい、全部で3回戦ありますので、はい、まずは1回戦、今のこの、うん、まずはちょっと早口言葉見せてもらえますか。はい、こちらです、はい、こちらです。見えますか皆さん。ほう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 、なんか見たことある、キマキガミとか見えてるね、うん、見えますね。少々パミュパミュ肩たたききとかね、うわー、うまあ、1番から6番までありまして、
この中からまずは2人に選んでもらいます、はい、お好きなやつを選べますよ、はいうんうん、お、はい、はい、どれにしようかな、はい、そして、はいはい、言ってもらう数なんですけども、はい、普通に言ってもらっても面白くないので、はい、ここに目の前にトランプがあります。トランプね、はい、ある、数字がありまして、ね、2番、2番、5番、そしてジョーカーがいます。2番が出ると、はい、今選んだ早口言葉を2回言ってもらいます、はいはい、5番が出ると5回言ってもらいます、はいはい、ジョーカーが出ると僕が決めます、はい、というシステムになってます、はいはい、では先行は、どちらからでしょうか。ケイちゃんからね。はい、はい、ケイちゃんからいきますね。はい、で高校がね、さやちゃん、さやちゃん、はい、いきますよ、はい、ではじゃあまず弾いてもらいましょうかね。わっ、はい、彼からじゃあ僕はまずセッティングしましたので、うん、はいはい、じゃあちょっと一回目をつぶってもらっていいですか。リスナーの皆さんにね、はい、こういう感じで見せときますので、うん、これがいいかな、わかりやすいかな、これがね怖いよ、はい、こんな感じです。はい、じゃあちょっとね、AD さんの方に持ってもらって、はい、じゃあケイちゃんから弾いてもらえますか、はい、まずは数ですね。うわ、すごい心理戦だ、心理戦てい、はい、1番右、2番、やったー、見せてくれ、2番、2番でーす、はい、もう1枚弾いて、そういう感じなんですね。そうですよ、今戻ってこないのか、やっと、はい、怖いよ、こっち、あ、イエーイ、5、はい、それぞれ2と5を言ってもらいますね、うんうん、はい、じゃあ、はい、ケイちゃん選んでもらいましょうか。1番から6番、はい、どれにしますか。2回言うとしたらという作戦で結構ですよ。そうですね、どうしようかな、じゃあ6番からで、6番、はい、ちなみに坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いたという、坊主が屏風に、あ、いやいや、まだ言わないでね、はい、はい、まだですよ、はい、そして、はい、さやちゃんどれ選びますか。どれにしましょう、肩たたききで、肩たたききね、うんうん、3番ね、あ、3番で、3番で、はい、3番で、はい、では、けいちゃんは6番、6番の、はい、これを2回言います、はい、はい、準備よろしいですか。大丈夫です、はい、じゃあまずね、自分の名前言っていきますって言ってから2回読んでもらっていいですか、はい、うん、はい、じゃあいきます、どうぞ。歌が聞け、いきます。坊主が屏風に坊主の上手な、うーん、坊主が屏風に坊主の絵を上手に描いた、はい、 OK でーす2回終わりました。うわー、はい、あまり上手じゃなかったですけどもね、間違えちゃった、はい、では続きまして、はい、はい、さやちゃんいきますよ、はい、5回、5回ですね、5回、また名前言ってもらって、はい、5回言ってください。よー、あ、これゴングがあった、ちょっと待ってね、お、ゴングがつきますよ、はい、じゃあ行きます。カンカンカン、よーい。中里紗友子、行きます。肩たたきき、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 肩たたきき。終わった？終わりました。はい、OK です。すごい。はい。すごかった。言えてました？言えてたと思いますが。どうでしょうかね。それも僕が判定をしますので。はい、怖い。はい。はい、では、1回戦。はい、対決。あ、はいはい。勝者は中里紗友子、やったー、おめでとう、はい、やっぱけいちゃんね、ちょっとね、はい、間違っちゃったのがね、間違っちゃった、大きいかもしれないですね、はい、1回戦は、はい、結果出ましたね、うん、出ちゃいました。続いて2回戦いきたいと思います、はい、はい、では今度はこちらから選びましょうか、先にね、お、はい、はい、どれにしようかな、じゃあ今ちょっと終わったやつを×もう棒線引いてもらっていいですか、はい、はい、3番終わりました、6番終わりました、はい、終わり、じゃあボードちょっとこちらね、はい、はい、どれにしますか、はい、はい、先に、はい、さやちゃんいいですよ、やった、うん、じゃあ番号だけ言ってくださいね、言わないでね、はい、はい、2番で、2番、はい、はい、2番ね、はい、新春のやつね、はい、はい、そしてけいちゃんどれいきますか、1番で、1番、はい、1番といえば紙のやつです、紙のやつです、はい、こちらね、あ、紙結構大丈夫大丈夫、あ、大丈夫だと思います、大丈夫、4番が良かったんじゃないの、大丈夫ですか、はい、頑張るために1番を選びましたよ、これで負けちゃうともうこの時点であれですよ、負けが決まっちゃいますよ、うん、負けない
大丈夫4番にする？大丈夫ですね。はい、じゃあ数決めましょうか。はい、じゃあまた先ほどと一緒で、うん、2番と5番とジョーカーがありますね。はい、ジョーカー引いてくださいよ、頑張って。はい、これでいきます。あ、OK ですか。はい、どうぞ。はい、じゃあ次は、はい、さやちゃんからね。はい、引いてください。ジョーカー、やった。何ですか？ジョーカーです。ジョーカー、やった、来ましたよ。これね、来ましたよ。まあ、ちょっとあの数置いてきましょう。はい、まずけいちゃん引いて、左。お、やったちょっと番組的にはね、ここでケイちゃんが負けると終わってしまうということがあるので、ちょっと番組的なことを考えると2はとりあえずクリアできるだろうということで、ではね、さよちゃんね、8回でいきますか。8回、頑張ります。8回、8回か、急に。うわ、ドキドキ。これでも8先行ですもんね。先行です、ね、8回言えてしまった場合はもうほぼ負けが確定するということになりますんでね。本当だ、はい、8回ですね。ではさやちゃんいきます。はい、はい、8回いきます。はい、よーい、スタート。中里さや子いきます。新春シャンシャンシャン新春シャンソンショー、新春シャンソンショー、ひどいな。新春シャンソンショー、新春シャンソンショー、新春さん天才、新春シャンソンショー、生放送ですからね。シャンソンショー、新春サンションショー、いけました。終わった、終わりました。はい、終わりましたね。ちょっと1000円いきません。あ、一応入れとこうかな。勝者歌が聞け。早い、早いですよ。どうなるか分かんないですよ。不戦勝でしょこれ。不戦勝ですよ。これに勝るものないでしょ。そうそうです。ちょっと僕ね、生放送で汗出ました。こんなことあるのかなっていう。ちょっと勢い余って。新春すごい勢い良かったですね。面白いな。あれ？すごいですね。これは言えてなかったです。これはちょっと勝機が見えてきたな。言えてたかな。あ、言えてます。大体。やっぱりすごかったね。大体言えてたね。すごかったね。もう難しい。ケイちゃん頼むよ。逆にドキドキしてきた。これ頼むよ。とりあえず、はい、あのちょっとスピード落としても言えたらいいですんで。やった。あ、そうなんですか。いやいやいや。あ、でもこの状況だとね。すごいドキドキしてる。どうしよう。頑張ろう。かかってますよ。よろしいですか。はい。はい。もう不戦勝はほぼ確定なんですけども、うん、では行きたいと思います。どうぞ。歌が聞け。いきます。青巻髪、赤巻髪、黄巻髪、青巻髪、赤巻髪、黄巻髪。あ、ちょっと余裕。パーフェクト、パーフェクト。ありがとうございます。余裕たっぷり。はい。でもすごい緊張した。どちらが勝つかな。どちらが勝つかな。これもあのね。はい。まあどうし、あ、どちらが勝つかな。どちらが勝つかな。互角ですね、今のところ。勝機が見えてきたような気がするぞ。互角ですよ。残り2つが、もうなんか監修が歌が聞けを呼んでます。やった、勝者歌が聞け。ピーウィー、ピーウィー、やめてください。こんなに声援したことない。ありがとうございます。ラスト1回残ってますよ。いやもうね、まあね、続いてあのまた3回戦ということで、はい、3回戦お送りしたいと思いますけどもね、はい、残り2つ見ました。すごいんですよ。すごいの残ってますんでね。残ってますから、ラストがちょっと怖いですよ、はい、ね、これどうでした、今までの戦い。合格ですね。もうさっきのすごかったね。いやもう願うならね、もう一回やりたいぐらい。8回があれなんです、うん、ちょっとプレッシャーになりました。8回ってそうです、すごいっすよね。数えるのに集中しすぎてちょっと、うん、あ、数えるのね、うん、え、言い訳してますか。いや、そんなことないですよ。そんなことないですね、はい、はい、では、皆さんがね元気が出るように、はい、タイガーマスクのアニメの曲を聴いてね、うん、ちょっと勇気をもらいましょう。はい、はい、続いてお送りします曲は、ちょっと懐かしいアニメですけども、うん、タイガーマスクお送りします。あなたも沖縄にいながら声優を目指してみませんか。東京声優ボイススクールでは那覇市文化展物館に沖縄那覇校を開校しました。東京から現役声優を講師に迎え、声優の基礎から実践まで学べます。未経験者大歓迎、ジュニアクラスも開設。中高生のみんなも声優になれるチャンスです。スクール内声優事務所が
あなたを声優デビューまでしっかりとサポート。大好きな沖縄で声優のキャリアをスタートさせましょう。詳しくは東京声優ボイススクール沖縄那覇校で検索。那覇市 FM 那覇本社スタジオから生放送でお送りしております。声優日記フレンズリング、歌垣圭人、中里小夜子がお送りしております。はい、今日から始まりましたね、声優バトル早口言葉選手権沖縄編ということで、第1回目かなり盛り上がってまいりまして、今のところ1対1ということで、ファイナルバトルまでね、もつれ込みました。もつれ込みましたよ。はい、もう今までね、ほぼ互角というね、それぞれの自己採点がありますが、ちょっと離れてるかなって気もします。はい、最後はですね、まずは、回数からちょっとね、早口言葉言っていただく回数なんですけども、今までトランプで決めてましたけども、さらに今日は、今回はこのサイコロ、はい、サイコロを2個振っていただきます。2個ですか。はい、で2個振っていただいて、それぞれ出た数を足してもらって、その回数言ってもらうということになります。はい、はい、ではけいちゃんからまずこのサイコロ、サイコロ、お、はい、サイコロをちょっと届けてもらっていいですか。ありがとうございます。はい、あ、じゃあ同時にいきますか。はい、はい、ではせーので、転がしてもらって、その出た目を画面の方に見せて自分で数字言ってください。はい、はい、じゃあいきます。せーの、ドドン。やっ、はい、わっ、わっ。はい、ではけいちゃんから数は3と6です。足し算すると1ですかね。いやいやいや、おかしいでしょ。9ですよ。 9ですね。はい、そしてさやちゃんは2と1です。2と1で48ということになってます。そうですね。違いますか。違いますね。3、お、これはなかなかね、運が回ってきましたよ。ちょっと運が回ってきましたよ。なんかね、リハーサルというか練習の時はね、なかなかさやちゃんね、ずっと高い目が6とか4とか出てましたけど、出てたのに本番強いですね。落ちた。はい、じゃあちょっと数が不利なので、けいちゃんの方から選んでもらいましょうか。はい、いいですか。残ってるものが、はい、2つ残ってます。4番と5番。はい、4番と5番。はい、どうしますか。あー、もう4がいいじゃないですか。やっぱね、目で、もう5番をやらせてください。お願いします。5番ね。はい、はい、ちょっと漢字が多いですけども、こちらいきますね。はい、はい、そして、はい、残り物には服があると言いますが、はい、はい、では私は4番を。4番、はい、4番ですね。はい、じゃあまずはどうしましょうか。けいちゃんから言った方がいいかな。9回ね。そうですね、9回ね。皆さん見守っててください。先に、あ、それかもう先に決めちゃいますか。バシッと決めた上で、 あとは、ね、彼女の結果次第というか、いいかもね。はい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 、はい、あ、じゃあお手本もぜひ、はい、お願いします。決めますよ。はい、じゃあさよちゃんの方に先にやってもらって、はい、いきたいと思います。では、はい、ファイナルバトルいきたいと思います。ちょっと待ちくださいね。はい、お願いします。はい、じゃあファイナルバトルいきます。よーい、スタート。中里小夜子、いきます。キャリーパミュパミュ、キャリーパミュパミュ、キャリーパミュパミュ。お、いいんじゃないですか。あ、よかったですか。うん、うん、あれ、まあなかなかね、悪くないと思いますよ。はい、はい、これプレッシャーかかります。大変なプレッシャーです。そしてけいちゃん、はい、はい、ちょっと言い忘れておりましたが、はい、今回もね、負けた方には僕の方からクリスマスプレゼントがありますんでね。なんだろうな、負けた方にプレゼントがあるって。ちょっとね、ちょっと、ね、はい、ちょっと勝った方はないんですけども、はい、負けた方にはクリスマスプレゼントがあります。そうなんですね、はい、楽しみだな。では、最終ファイナルバトル、けいちゃんいきましょうか。はい、早口言葉選手権ラストです。よーい、スタート。歌垣圭人、いきます。社長、支社長、支所支長、社長、支社長、支所支長、社長、支社長、支所支長、社長、社長、支社長、支社支長、社長、支社長。はい、終了。これもね、いや、声優としての名誉を守るために、いわゆるボクシングでいうタオルですよ。あ、もう、はい、びっくりしちゃった。びっくりしましたね。生放送って怖いですね。はい、今日の第1回、
ね、声優バトル早口言葉選手権、はい、はい、勝者は中里小夜子さんです。おめでとうございます。逆転劇です。うわー、やったー。はい、あの新春シャンソンショーの悪夢から無事立ち直りましてね、はい、上がりました。まさか言えるとは。パミュパミュ様言えるとは。パーフェクトでしたね。はい、では、ね、今日ね、ケイちゃんにはプレゼントなんですけども、はい、このトランプね、はい、今日向こうに置いてあるんですけども、はい、トランプをプレゼントで差し上げますので、はい、次回またね、フレンズリング夜で、はいはい、手品を披露していただくと。手品ですか。はい、トランプマジックを、はい、何か一つか二つ皆さんの前で披露していただくってのが1ヶ月のミッションとなっております。はい、僕からのクリスマスプレゼントですんでね、年末年始は楽しんでください。はい、頑張ります。はい、すごい特技がいっぱい増えちゃう。では締めの言葉をお願いします。はい、以上声優プレゼンバトルのコーナーでした。Podcast is not writing. You do only talk, talking about broadcast. Friends ring. You have blogger. You have podcaster. Listen. Friends ring. あなたも沖縄にいながら声優を目指してみませんか？東京声優ボイススクールでは那覇市文化展物館に沖縄那覇校を開校しました。東京から現役声優を講師に迎え、声優の基礎から実践まで学べます。未経験者大歓迎、ジュニアクラスも開設。中高生のみんなも声優になれるチャンスです。スクール内声優事務所があなたを声優デビューまでしっかりとサポート。大好きな沖縄で声優のキャリアをスタートさせましょう。詳しくは東京声優ボイススクール沖縄那覇校で検索。東京声優ボイススクール那覇校開校のお知らせです。東京から鹿児島まで全国5校を展開する東京声優ボイススクールでは、那覇市文化展物館で沖縄那覇校を開校しました。東京から現役の声優を講師に迎え、基礎から実践まで声優を学べます。またスクール内事務所を併設、皆様の声優デビューをしっかりサポートします。あなたも沖縄にいながら声優を目指してみませんか？あなたも大好きな沖縄で声優のキャリアをスタートさせましょう。詳しくは東京声優ボイススクール沖縄那覇校で検索ください。声優の日々の日常や面白い出来事を絵日記で綴ります。沖縄第3回は歌垣圭第2部始まります。絵日記は番組公式ツイッターで絶賛公開中です。丸月罰日、三角曜日、晴れ。 DVD ショップに着いて早1時間。もう夕暮れ時でそろそろ帰らなければいけません。しかしプレゼントはまだ買えておりませんでした。大ピンチです。自慢ですが、歌垣さんと妹さんはとっても仲良しです。どこに行くにもついてきてくれますし、どこかに行きたくてもついてきてほしいようです。それが困る日が来るとは思ってもいませんでした。トイレ行きたくない？好きなもの見ておいでよ。見たいものがあるから見てこよっかな。どの作戦も全滅です。どうしよう、
そう思った時、妹から DVD 見てきていい？と一言。このチャンスを逃すわけにはいかない、いいよ行っておいで、と妹が歩き出した瞬間にダッシュでお目当てのプレゼントを購入。買ったものは妹の大好きなアーティストの CD アルバムです。店員さんから受け取った時、梱包が持ってたカバンより二回りもでかくて、歌垣さんも戻ってきた妹もとってもびっくりしていました。Friends Ring。 あなたも沖縄にいながら声優を目指してみませんか？東京声優ボイススクールでは、那覇市文化展物館に沖縄那覇校を開校しました。東京から現役声優を講師に迎え、声優の基礎から実践まで学べます。未経験者大歓迎、ジュニアクラスも開設。中高生のみんなも声優になれるチャンスです。スクール内声優事務所があなたを声優デビューまでしっかりとサポート。大好きな沖縄で声優のキャリアをスタートさせましょう。詳しくは東京声優ボイススクール沖縄那覇校で検索。スターロケットエンタープラスからのお知らせです。スターロケットエンタープラスは人々に感動を与えるイベントを提案しています。いつの時代もプロフェッショナルであり続けるために、お客様や社会と共に考え一緒に成長していく、そんな企業でありたいと考えています。皆様の特別な一日はお任せください。お問い合わせは 092-561-7160 スターロケットエンタープラスまで。Friends Ring。 那覇市 FM 那覇本社スタジオから生放送でお送りしております。声優日記フレンズリング、歌垣圭と中里小夜子がお送りしております。はいはい、メッセージをいただいております、うん、ありがとうございます。はい、ラジオネーム、はい、カレーうどんさんいただいております。お、はい、今日も楽しく聞いています。ケイ、ちゃんの手品楽しみにしてますね。楽しみです。今日はサンタ帽かぶってないんですね。ケイ、ちゃんが緑だったらクリスマスカラー完成ですよと。はい、完成です。ケイちゃん絵日記うまいですねと。ありがとうございます。妹さんへのプレゼントいいですね。姉妹仲良しで羨ましいですということで、早口言葉の、ね、応援も来てましたけどもね。はい、いや、ありがとうございます。いいね、いつもね、お便りに励まされてますね。ね、そうですよね、うん、ありがとうございます。嬉しいです、とっても。まだまだ皆様からの、ね、メッセージお待ちしております。アクセスラインをご紹介お願いします、はい、うん、アクセスラインご紹介いたします。はい、どうでしょうか、はい、頑張ってね、はい、はい、すみません。ファックスの方は 098-860-0262、 メールの方はアルファベットすべて半角小文字で 780@fmnaha.jp、 ツイッターは共通ハッシュタグ声優日記780をつけてお送りください。公式ツイッターは@friends_ring_sn、うん、または声優日記フレンズリングで検索ください。たくさんのメッセージお待ちしております。お待ちしてますよ、はい。この後はね、うん、けいちゃんの絵日記のいよいよラストラストです。お送りしますので、お楽しみに。フレンズリング。あなたも沖縄にいながら声優を目指してみませんか？東京声優ボイススクールでは、那覇市文化展物館に沖縄那覇校を開校しました。東京から現役声優を講師に迎え、声優の基礎から実践まで学べます。未経験者大歓迎。
ジュニアクラスも開設。中高生のみんなも声優になれるチャンスです。スクール内声優事務所があなたを声優デビューまでしっかりとサポート。大好きな沖縄で声優のキャリアをスタートさせましょう。詳しくは東京声優ボイススクール沖縄那覇校で検索。声優の日々の日常や面白い出来事を絵日記で綴ります。沖縄第3回は歌が聴け、いよいよ本日のラストです。絵日記は番組公式ツイッターで公開中です。ではけいちゃんラストよろしくね。はい、丸月×日三角曜日晴れ。何を買ったかは話をそらしつつ、やっとお家に着きました。プレゼントを渡すタイミングを伺います。母上に相談したら、今日はしゃぶしゃぶにするから夕ご飯の後にしたらと提案してくれて、そうすることに。しゃぶしゃぶは妹の好きな食べ物で、食べている間もとっても幸せそうでした。そして食べ終わった今が渡すタイミング。そーっとそーっと後ろからプレゼントを差し出します。すると一瞬固まってからバッとこっちを向いて、とっても嬉しそうな顔をします。その後はもうありがとうありがとうありがとうと大はしゃぎ。そんな妹の姿を見て、これだからサプライズはやめられないなと思いました。今日はいい夢が見られるかもね。そんなことを話していたら、その日の妹の夢は、寝相のキレが昼に見た映画のアクションそのもので、激しいバトルが行われていたのでした。はい、以上声優絵日記のお話です。あ、はい、コーナーでした、はい、説明をね、はい、はい、2人でお願いします。どうでした？楽しそう、仲が良くていいなと思いました、うん、とってもそうなんですよ、すごく仲が良くて。岩木さんどれくらい年離れてるんですか？一回り下なんですよ。だからかわいい、今もう小学校高学年なんですけど。あー、でも小学校ぐらいだったら、うん、かわいい、すごいかわいいんですよ。そうなんです。だからね、夢をね、いい夢見てほしいなと思ったら、うん、結構映画のね言ってたね、イメージが強かったんでしょうね。寝相が大変なことになってました。すごいキレがよくって。で、一緒に寝てるってこと？そうです。いいな、いいでしょ。仲いいな、すごいかわいいんだよあのイラストみたいな。そうですね、結構イラストのまんまだと思います。見る人が見たらわかるかもしんない。かわいいこれはあのな、はい、何で書いてるんですか？これはですね、うん、下書きとか線はシャーペンで書いてて、あとはシャーペンで書いてるの？シャーペンで書いてます。鉛筆じゃなくてシャーペンで書いてます。すごい。で、色は、うん、その色鉛筆で塗ってるんですけど、この色鉛筆も東京から帰ってくるときに、うん、はい、同期の子たちがくれて、すごい素敵なんですよ。なんかね、発色もいいし、発色もすごい、ね、線も綺麗だし、いい色のやつを買ってくれて、うん、すごい大事に使ってます。いい色鉛筆ですね、はい、また次回 ねよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、以上声優絵日記のコーナーでした。ポッドキャスト is Writing. You do only talk. Talking about. Broadcast. Friends point. You have blogger. You have podcaster. Listen. Friends ring. Tokyo 声優 Voice School 那覇校開校のお知らせです。東京から鹿児島まで全国5校を展開する東京声優 Voice School では、那覇市文化展物館で沖縄那覇校を開校しました。東京から現役の声優を講師に迎え、基礎から実践まで声優を学べます。またスクール内事務所を併設、皆様の声優デビューをしっかりサポートします。あなたも沖縄にいながら声優を目指してみませんか？
あなたも大好きな沖縄で声優のキャリアをスタートさせましょう。詳しくは東京声優ボイススクール沖縄那覇校で検索ください。Friends Ring。エンディングのお時間となってしまいました。ラジオとポッドキャストでお聞きの皆様、お楽しみいただけましたか？うん、今日はね、大丈夫すいません、急にびっくりしましたね。失礼いたしました。はい、大丈夫です。いや、今日は早口言葉とかありましたけどすごい楽しかったですね。結構言えないものですね。そうですね難しい。あ、本当に運もね、必要でしたね。あれじゃないですか、もうせっかくなんで、うん、新春のやつもう一回やってくる、なんかね名誉があるじゃないですか、やっぱね、声優の卵としてね。でもまあ2回目となればもう、あ、そうですよね、もう言えますよ。何回、さっき何回言いましたっけ？8回ね。じゃあ8回もう2回いきますか。また8回ですか、はい、あれ頑張れ。はい、じゃあ、再びリベンジということで、はい、いきます、お願いします。はい、新春シャンソンショー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 。あ、だいぶ良くなったね。だいぶ良くなったね。パーフェクトですね。あ、じゃあさっきあれだ、あの番組面白くするためにわざとやってくれてたんだね。さすがや。そんなことないですよ。せっかくフォローしてるのにこっちが。そうですね。そうですよね。そうですね。そうですよね。ちょっとバレちゃいました。ね。バレちゃいました。さすがエンターテイナーだな。ですね。はい。さすがですよ。見習わねば。はい。はい。ね、この声優日記フレンズリングは東京、沖縄、大阪って言いそうになった、はい、なんか大阪やってないのに東京、沖縄、うん、福岡でね、はいはい、それぞれのパーソナリティがやっておりましてね、はい、はい、またね、来週は福岡チームが、はいはい、そうですね、お送りします、はい、そして新年は東京チームが連チャンでやることになってまして、はい、また、この沖縄チームは次回ね、うんうん、いつでしょうか、いつですかね、3週目なんでね。ってことは、はい、今調べてます。ってことは、ってことは1月の18日、18日、あ、はい、そう、18日、1月18日にね、はい、生放送メモとかメモとお送りしますので皆さんお楽しみにされてください、はい、お願いしますね、はい、本日のお相手は私アキラと、はい、歌垣圭と中里さよこでした。はい、はい、来週、あ、来週は福岡チームです。木曜日お昼2時にお楽しみに。せーの、またやーさーい。声優日記フレンズリング、この番組はスターロケットエンタープラス東京声優ボイススクールの提供でお送りしました。沖縄にいながら声優を目指してみませんか？東京声優ボイススクールでは那覇市文化展物館に沖縄那覇校を開校しました。東京から現役声優を講師に迎え、声優の基礎から実践まで学べます。未経験者大歓迎、ジュニアクラスも開設。中高生のみんなも声優になれるチャンスです。スクール内声優事務所があなたを声優デビューまでしっかりとサポート。大好きな沖縄で声優のキャリアをスタートさせましょう。
詳しくは東京声優ボイススクール沖縄那覇校で検索。